しもべった日の小道を軽やかに二人乗りの自転車が神社に向かってく。ランランラン浴衣姿の君にドキマキ神社に着くと綿菓子リンゴ飴金魚すくい。長っちょっと俺が一
口にさ、ラガッチョの踏めてさ、シュワリに乗ったってさ、しりとりやろうとしてる。なんその、その。なんか、なんだろう、大富豪なんかジョーカーみたいな感じだと思った、デンマークが。何でも使えるみたいな感じ。意味わかんない。で、だってもカナダだ。点々ついてるからデンマークじゃん。しりとりのルールわかってる。あ、そうか。なんか、まあそう。なんか、なんでこんなデンマークかっていうと、なんか自分の亡くなってしまった友人がいてですね、なんかその人が、まあ、戦場に行ってちょっと戦死してしまったんですけど、なんか その友人に向けて書いた歌を一曲聴いてもらいます。じゃあそれでは、小僧デンマークに消えゆ。宝物みたいに錆びて。
殴り負けながら忘れられながらさっさと胸が沈む。すぐ言われたらだって泣いちゃうじゃん。ごめん。バカじゃん。バカじゃん。さっきバイトみたいにできるさ、全然かっこよくないよ。携帯通じないし。バカじゃないのかね。本当に。これ悪くないんだ。悪くないんだっけ。でもなくしたの前じゃん。お前の携帯ちょっと誰の携帯お前。クソそう本当に。おい。ごめん。うん。いいだろうじゃあ。やろうじゃあ。次の曲で最後です。ちょうど1年前、本当に1年前に最後に歌った曲をやりたいと思います。曲はなんかその聴く人によってこう解釈みたいなのが違ってて、その典型的な例っていうか、別に僕たちはクリスマスのために書いた曲じゃないんですけど、今回ちょっとそうですね、クリスマスも近いということでやりたいと思います。じゃあ最後です。ありがとうございました。長い間ワン、ツー、スリー。オーストリア小僧、オーストリア小僧、オーストリア小僧。